これはどうだ。よし。よし。結果した。インロー。素晴らしい。はい、どうも皆さん、バンホニチャイスケです。ということで、本日も魔球シリーズってことでやっていきましょう。本日紹介するのはこちら、カーブ系、高速スローカーブでございます。はい、高速なのかスローなのか、どっちやねんってね。はい、まあそういうボールになっておりますが、はい、まあとりあえず見てもらいましょう。はい、まあ変化したのは、球速を上げて、まあマックスにしまして、で、ブレーキを大。まあ、クイッと曲がるって感じですね。はい、145キロのピッチャーが普通に投げると121ってことなんで、まあ目指せ155キロ、はい、できれば160キロぐらいにして130とか135ぐらいのスローカーブ、はい、高速スローカーブを投げれたら面白いんじゃないかってことで本日はやっていきたいと思います。では早速いきましょう。さあ、ということで魔球を携えて夏の地区大会1回戦パウル高校対聖立花学園高校やっていこう。さあ、ということで2アウトランナー2塁いきましょう。高速スライダーから入っていく。よし、で緩急発動してるんで内角低めにズドン。もう一丁高速スライダーで低め強いんでアウトロー。よし、さあノーアウト1、2塁なかなかピンチですが、内角にズドン、2つ OK、 あと1つだね。内角にズドン、もう1球で外角にズドン。はい、簡単には打てないですね。これで、ここ難しいっすね。これはえぐい。さあ、抑えていきましょう。内角にズドン。一つ。OK。とりあえずもうストレートが速いんだね。あと低めに強いんで、低めにもう集めさえすれば。もう打てないというやつですね。これはどうだ、打っていく、打つぞ。さあ、内角低めにズドン、一つあり、よし。さあ、夏の地区大会決勝戦パフル高校対帝王実業高校やっていきましょう。まあ、第一戦でさあ、内角低めに1球、ネクストバッターサークルにはこれは OK、 これで追い込みました。でもう1球ズドン、よし、これはどうだ。よし、友沢三振、なんて球だ。もう1球ズドン、初球空振りからの内角低めに入れていく。2球目ストライク、もうこれでいくんじゃない。よーし、強すぎる。さあ、ということでワンアウト一三塁、なかなかネクストバッターサークルに控えているのは厳しい状況ですが、インコース低めストライク、まあ次ならどうにかなるでしょう。ストライク、次は4球目投げた、お振らないね。第5球投げました、よし。今日2度目のバッターボックス、はい、1に行って膝元厳しいところ、外に行って、変化球はストライク、緩急を生かしたインロー、素晴らしい。さあ、ということでワンアウト2塁、2塁という場面で友澤インロー、この後に控えているのは若林、第2球9 OK、 打ちました、三遊間の打球、ここ1つ一塁へ送る、OK、アウト、パワフル、なおもピンチが続きます。いよいよ、バッターは5番若林、パワフル一打同点のピンチを迎えています。第2球投げました、ストライク、アウト、第3球を投げた、打った、追加、OK、右抜けるか、一塁送球、ナイス、うわ嘘だろ、パワフル追いつかれました、1対1、いや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 、負けた。さあ、ということでできました。一応プロにはなれなかったです。
あいや他の大会ではね全部勝ったんですけどね、最後の最後でファースト、はい、自分の作ったホームランくんっていうやつ、はい、パワーだけに特化して守備全くできないキャラクターがなんとなんとエラーをするというはい、ってことでまあ結構ね SG 的にはかなりいいキャラができたのではないかなと思います。はい、まあ、このゲームなんですけど、アウトロー、インローとかコーナーにねカーブとシンカーを入れると結構ね見逃したり、はい、空振りしてくれたりするんですよね。はい、ってことでかなり三振を取れたピッチャーができた、まあいいピッチャーできたんじゃないでしょうか。ってことでご視聴ありがとうございました。また次回ねいろんな変化球をね投げるピッチャー作っていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。